東北院とは、京都市左京区上土地新女町にある自衆の寺院。3号は、雲水山。かつては、北条寺に付属する、天台衆寺院であった。藤原の道長の没後、道長の娘である国母上東モ院ーの、発願によって、道長建立の北条寺東北の一角に常行き、三枚堂として建立された。宝城寺の区域の東北にあったこと。 上東門院の母である、源友子が混流した常行三枚堂が、北条寺の区域の西北にあることから、西北院と呼ばれたことにちなみ、東北院と称せられた。長元三年8月21日に完成を祝して、供養法へが開催された。法へは御歳へに準じた国家的行事として行われ、藤原さねをして、 王子不聞きごとなりと言わせしめるほどの大規模な行事であった。その後、上等門院はここに居住し、永正5年10月13日には、上等門院が母親代わりを務めた孫の五霊勢天皇が祖母に会うために東北院に行行している。天行6年2月23日に発生した北条寺の火災で、東北院も全焼した。そのため、 宝城寺の敷地内から、同寺の北側の新たな土地に移転、再建され、公平4年7月11日に再建供養が行われた。十、阿田省には、東北院の位置を、一条南京極東すなわち一条寺の南側、東京極大路の東側にあたる平安系の東北角通りの区画としているが、これは、公平期以後の位置を指すと考えられ、 現在の京都市上京区北の変調付近に否定されている。なお、公平7年には、五霊勢天皇が心臓の東北院に行行している。上東門院は国母であると同時に、未動流石管家の貢献人的存在であり、匂い没後も石管家から手厚い保護を受けた。その後、上安元年7月11日の火災で、ご窓、普段教書などを除いて全焼し、 直前に運び出された仏像や経典は、西北院に安置された。その後、同年中に再建され、上安4年9月より行われた、念仏会は、当時の京都の風物詩になり、憲法2年の念仏会に集まって、歌合わせをした、各種職人たちを描いたとされる、東北院職人歌合わせ巻は、重要文化財となっている。 室町時代には七福神信仰の高まりとともに、関武天皇の時代に、最長が作ったと言われていた、同時所蔵の二尺三寸のべ材天像が、人々の数計を集めたという。だが、応仁の乱によって、再び消失し、以後は荒廃して、千時堂など一部施設を残したまま廃寺堂前となってしまう。A62 年に、 渡る後と呼ばれる自衆の僧が残されていた、弁祭典を本尊として、自衆の寺院に、改めて再建に努めるが、元気元年の戦火で再度消失、大町天皇の勅命により再建されたとされるが、この時期については、不明なことが多い。ただし、寛永10年の自衆藤沢友好松寺町には、正常、三寺松寺として登場するため、 江戸時代初期にはすでに自習人員になっていたことがわかる。その後、元禄5年12月1日の火災で再度消失し、その際新与道などと共に移転を命ぜられて現在地に移った。なお、漢文院地の際に京都郊外一条寺村に六国が寺領として与えられていたことが知られている。現在、本堂には五歳院新筆の額が掲げられ、本尊と共に、 藤原の道長の遺憾測体姿の像が安置されている。また、宝条寺にあった頃に、泉式部が、東北院に、軒場の梅を植えたとされ、その梅とされるものが、現在も境内にある。この梅に関する伝説は、能、妖曲の、東北として今日まで伝えられており、東北院においても、一辺商人泉式部、物語。 東北院別在天演技などの文献が伝えられている。ありがとうございます。